こっちゃおーす。仲間でたっぷりちはやです。マリオカート8。パート24でやってるかな?やっていきたいと思います。さあ、まずはビッグブルーからのスタートですね。アイテムは取れた。バナナか!バナナちゃん、バナナちゃん!あぶね。けど、あ、オッケー。バナナなくなった。オッケー。赤コーラもなくなったね。なくなった?本当に。食うぜ。オッケー。バナナは食ってくれないよね。ということは、てかもうどっちにしろなくなったんで置かなかったですね。さあ参りましょう。2位までは出れましたね。コインはもうあるんで、後ろがブーメラン。ここら辺に置かれたら辛かったけど。オッケー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 。ちょっと焦ってた、正直。何も喋ってなかった。余裕はなかった。あ、危ね。この辺のイカは効きます。アイテム取れなかった。終わった。まあ、大したアイテムは出ない距離だったけど。ダッシュボード乗りたかったな。ちょっとブレーキ踏んでもよかったかもしれないですね。だいぶ距離空いちゃったな。あ、これ乗れねえ。じゃあ、これ乗って、これ乗って。距離は空いてるんで、まあ、トゲかなーって感じっすけどね。ふわーりゃー。どこ行ったバナナ。どういった置かないね。はやちょっと届かん、あ、逆に来た。うわ、終わった。畜生。いや、もう2ちゃんもワンちゃんもないわ、これは。ちょっと遅かったですね。あんまいいスタートは切れなかったな。まあ、次のレスカーですね。頑張っていきましょう。なんか変な感じすんだよなぁ、走ってて。違和感が。さて、やべえ、コース名が。リボンロード。リボンロードですね。やっぱりそっか。ちょっとアマレコ TV がバグってたみたいですね。思った通りだわ。ちょっとラグってたんですよ。それで違和感感じてて。あぶねえ。置いてもいいですよね。当たんなかったか。あぶねえ。思った以上に右打ちだったね。もっと左、真ん中寄りの打ちだと思って見てたわ。落ちた!やっぱ J 入れるとミスるか。もう一回練習し直しだな、これは。この辺から降りて、解放して、置いて、OK。キノコ、あ、やばい、ちょっと使い始め早い。後ろ来そう。あ、当たる当たる当たる。おう。おう。ふぅ。オッケー。SS 取って前ですね。コインが全然ね。後ろが、キノコ。その後ろが、あれ、ブーメラン、ブーメラン。アップね。オッケー。大丈夫そうですね。おう、サンダル。まあ、お父さんなんなくてよかったかな。J 入る?あ、入るんだ。あ!思った以上に。これはもったいないですね。自滅。からの赤コーラとかだから。こっからなんとかなるかな。3周目。とりあえずアイテムしっかり取って、ここでキノコ。うん。いいですね。ちょっと使い始め早いかな。大丈夫かな。いや、早くて正解?あ、ここか。大丈夫。参れなかったかー。ちょっと躊躇しちゃったなー。赤コーラを見た瞬間、体がすくんだ。お、溶けないっす。ふわっ!参るかな?これ参るのかな?使うじゃん。赤コーラか。赤コーラの動向をしっかり見て。OK。はっ。はい。よいしょ。空中でこ、間に合ってくれ。なんか、よーし。あぶねえ。いやー、危ない勝負でしたね。ほんとね、自滅ばっかのよろしくないレース展開でした。さあ、じゃあ部屋変えていきましょう。さて、部屋が変わりました。5万から3万くらいの部屋ですかね。
食い下がっていきましょう。あ、やった、1枚余った。今主戦度のように金ですよ。とにかく、あ、でも結構回スタートだったからな。あ、これやばい、これ赤いやつや、赤いやつ、赤いやつや、あっぶね、赤いやつや、あっぶね。もう後ろの動向とかあんま気にしなくてもいいかな。どっちにしてもできることないからね、アイテムなかったから。じゃあしょうがない、投げます。ほっ、あー J 入んなかった。この辺に1個置いとくと多分結構やらしい感じになると思います。こことかも嫌だと思う。交換ですね、メガホンか。あれ俺2位か、今3位走ってると思ったわ。じゃあベストじゃないですか。後ろ赤コーラですね、交換できません。ズドン、オッケー。タイミングわかんないよなこれ。置くかな。あ、アウト来ましたね。だいぶ追いつきましたね。これは消せるね。オプネー緑コーラ。さあ、自分のバナナ余ってた、よかった。いい感じです。2位トゲマッチ最強。マリカウィー時代の俺、名言だけど。みんな言ってた名言だけど。さあ、3周目ですね。結構やらしい感じなんだよ。うわ、ここでイカかい。当たる、絶対当たる。イカの処理苦手すぎる。だいぶ追いつかれた？だいぶ追いつかれたよね。うわー、あれだ。3赤だったんだ。3赤3赤。トリプル赤だったんだ。やばいやばい。やばいやばいやばい。大転落。大転落や。まだ参る？参る？参る？参って！まあ、いいでしょう。この部屋で声は上々。イカ処理下手だな。あの場合は、あれかな、アウトの方行った方が良かったっすかね。さあ、ネオクッパシティ、お任せで毎回当たったんだよな。ハイラルサーキットとかもあるんですけどね、みんなお任せでね、三択にないコースしか当たらない。あ、やばい、単純なミス。おっ、つ、大丈夫よ、大丈夫よ。得意コースだからね。ただ、この部屋だからな。ブメラ。あ、落ちる、これ落ちる、これ落ちるやつや。コインなくなっちゃったか。ブメランの被弾は痛かったな。終わった、終わった。セーフセーフ。投げてきやがった。まあ、投げるよね。でもなんか、スターかなんかで潰れてましたね。まあ、ざまあみろと思わず心の中で思ってしまいました。これスターか ?6V ジャイロ。よし、捨てた。結構荒ぶってらっしゃいますね。だいぶ1位が抜けてるから、ガンガンアイテムは交換していきたいんですけど。あ、確かにこの辺ってキノコ使いづらいっすよ。わかるわ。え？何が起きた？潰しちゃった。まあ、どんどん使っていきます。サンダーがいつあってもおかしくない距離感なんだよな、常に。どれが2位？あれか。おっつ。そんなに吹っ飛ばされますか？どけい！あ、このイカ消せんな、おっきいな。おお、ラグってんな。また木の位置か、ここ。まあでも、そんなにキノコ使わないからね、確かに。あ、これ引かれるかも。ちょっとアウトに避けすぎたかな。ここは解放しちゃって OK。キノコあるからね。あー、でも順位が上がんなかったか。うわ、1個、怖い。抜かれそう。届けー、俺の前へ。よし。って言っても、そんな手放しに喜べるような順位じゃねえんだよな。ちょっと離れしちゃいすぎましたね。離れすぎちゃいましたね。ハーバー。決めたいなぁ。浅い回取っちゃいました。これ一個前。
桃缶だったんですけど。やっぱ苦手コースあれですね。全然走れなかった。びっくりした。ここはいける。でも頑張れば。邪魔くせえ。あ、やばい。赤いやつや、赤いやつや。落ち着け。後ろがスター持ってんの。あ、ちょっと怪しい。危ねえ。このアイテム欲しいっすよね。取れた。キノコ。オッケー。使っちゃいたいってことですね。確実に取る。よーしゃー、重。うわー、どっちにしてもでも。サンダー、早えな。俺のが大きくなるの早いから、でも。オッケー。結構前行けそう。いいなー、キノコ。1位あれか。あ、これ。たまんないかも。重いね、やっぱね。うわっ、しまった。俺には当たって、投げれてるんか。アイテム出てくればラッキー。残念。うん、いい感じ。あー、でも壁ゴンした。アイテムねえかなー。ねえか。1位抜けてんな。多分5万のアメリカかな。それとも2万8000の日本か。8。まだまだ全然あると思います。全然あると思います。後ろスターか。了解した。こっちのが早そう。うわぁ、このサンダーは痛えな。キノコ余る？余ねえか。ありがとう。よし、捨てた。これラッキーだ。1早え。うわぁ、これどうよ。しょうがないね。ちょっと引かれるよりかは。でもこれはちょっと痛いね。結構伸びてくれた方かな、これでも。この辺で使いたかったんですけどね、できればね。まあ一人抜かれてですんでよかったか。また5位か。この部屋でこれ以上上に行くのきついかな。もっとやっぱキラ貯めなきゃダメだったね。うん、カーブ終わり切ってから使えばまだよかったかもしんねえな。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。